はい、今日は麻婆タンメンを作っていくぜ。まあ、具材こんなもんだけどな。半端なお肉と麻婆と、あとネギとか見つけたら切るぜ。はい、作り、今日は丸見屋のタンメン。麻婆タンメンか。あと、麻婆豆腐の素が半分あったんで、これで。麻婆タンメン鍋。作ります。はい、それでは、タンメン作ってみよう。結構前になんかタンメン作ったんだけど、とりあえずお水、800cc。入れての、もっと。タンメンの素。麻婆の素みたいね。匂いは麻婆豆腐だよ。あ、麻婆って書いてあるから。で、火にかけます。はい、火にかけます。沸騰だから強火か。これを鍋の端。で、沸騰するまで待ちます。はい。沸いたんで。沸いたんでですね。最初ネギ、アップすぎて見えねえな。最初ネギ入れちゃいます。ネギ入れて、タミヤ、こういうやつね。これをくっつかないように入れます。で、中火で7分か。で、味の素も入れてみよう。この段階でうまそうだよね。麻婆豆腐の素入れた方がいいから悩むな。って感じで煮ていきます。はい、そろそろ、7分くらい経ったんで、他の具材入れてきます。最初は、お豆腐。フライパンじゃないからね。タンメン片方に寄せたかったけど、関係ねえぜ。もうこの段階だと麻婆豆腐だね。まあ、そう。あと、豚肉。ニラ、もやし、もやし入れようかな。もやし一袋も使うんだ。もやし一袋。あとニラ一束。あ、でも思ったよりだね。で、煮込めば完成だって。蓋してしろってことかな、これは。よいしょ、煮込んでみます。はい、そろそろ一回かき回してみないとね。野菜生はやだな。てか、お肉が煮えてないねんな。このままもうちょっとかな。はい、良い感じではないんでしょうかって。グツグツってなんないね。あんまり強くするとさ、鍋底がくっついちゃうんだよね。いただきます。タンメンできたぜ。まあ、タンメンはどこにあるかわかんないけど、白飯。普通、なんつったらいいかな。普通にね、もやしとか。豚肉。甘いんだけど辛いの。不思議。これもちょっと辛くするのは俺的にはやっぱ無理な感じかな。美味しい、甘くて、甘いし辛い。タンミョンなんだけど、タンミョンだ。見つけた。これタンミョン。
春雨の太いやつね。前も一回やってるな、動画で。もちもちして、餅みたいなの、美味しいよ。って感じで、食べてくぜ。はい、お肉追加です。豚ロース。縮んでいってますな。最初だけ丁寧で、いつも通りうちは。あとは食えればいい系です。中火の今日くらい。美味しいね。やっぱ麻婆系の味も美味しいよ。マジで。って感じでお肉追加していくぜ。さてさて、あ、ちょっと強くなってきたから。豚ロースなんかちっちゃくなった。違う。豚肩だって。まあ、なんかしゃぶしゃぶ系になってきたからうまいぞ。ああ美味しかった。ということで今日の締めは麺とかいりません。卵とじでスープを楽しよう。いやもう俺しか食わないから。強火にするとすぐ焦げちゃうかも。焦げちゃうかも。少しかき混ぜます。強火。今日はご飯の、今日はピリ辛系の麻婆系の味にしたからご飯ちょっと食ったんで、もう満足です。うまかったけど、スープ結構もったいないからね。もう一回、香りはいい香りだね。風邪ひいたからこういうの栄養取るぜ。レンゲがなくなった。よいしょ、完成です。最後は締めの卵スープかな。ラッキー。熱い。あっち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 。はい、締めです。ボリューム満点麻婆スープ。あっち、まあ味はね同じだからね。うまいっすって感じでスープ飲み切ってごちそうさまです。なんかいまいちだなし。鼻水が出ない。あーでもそのままもう一杯くらいで完食かな。ごちそうさまでした。食べれてない。ごちそうさまでした。